どうも、コーズです。今回ですけども、アイドルにプレゼント渡すかどうか問題ということで、オタク質問コーナーということで、ブログとね、YouTube で、オタ活にまつわる質問を募集したところですね、まあ動画のコメント欄にた、とか、DM とかでね、いくつか、ご相談いただきまして、質問いただきまして、まあ順番に答えていくのコーナーなんですが、今回の質問はこちら、プレゼントをあげることは、メンオタにどう思われますかと、メンバーとオタクにどう思われるかというふうな相談ありましたので、これに回答していくというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。プレゼントあげることはメンバーからしたら喜ばれるのかなというふうなところですね。もちろん、プレゼントもらって嫌なメンバーいるかなっていうところですね。単純に。で、メンバー的にはお手紙の方が嬉しいという声もあるみたいです。プレゼント一緒に一言でもメッセージカード的なのを添えるとなお良さそうかなというのが、まあ個人的な、回答になるかな。結構だからなんで、そのお手紙の方がいいのかっていうのを、こういろいろ考察してみるとですね、まあプレゼントはもちろん嬉しい。例えば服とかなんか、なんだろうな。何食器とか、何あげてんだろうみんな。ぬいぐるみとか、わかんないけど、まあまあ、なんかプレゼントするじゃないですか。でもそれってなんかその送ってくれた人の人となりがわかりづらいけど、まあお手紙ってその子に対する思いとか、例えばどこどこが何々で良かったとか、なんかそういう、なんだろう、ちゃんとそのファン〇〇さんが、メンバー〇〇ちゃんに対してこう思ってるっていうことを、その文字で、文字プラス物として、まあ受け取ることができるし、まあ基本的にお手紙の中もちろん検閲とかもあるだろうから、まあ変な手紙は省かれるとして、基本的にポジティブなことが書かれてると思うんですよね。ファンからメンバーに対する手紙っていうのは。だからそういうのを考えると、その、なんだろう、自己肯定感じゃないけど、そういうのが多分爆上がりするはずで、多分だからお手紙の方が嬉しいですっていうメンバーが多いのかなと思うので、まあせっかくプレゼントあげるっていうふうに何かしらのアクションを起こすんであれば、まあちょっとな、何、言葉にするの下手なんですでも、ね、メッセージカード1枚でもいいからつけてあげるといいんじゃないかな。いつも応援してます一言でもいいと思うんでね。そういうのがあると、なお良しかなというふうに思いました。ちなみにね、その認知してもらう、その〇〇さんは私のファンだと。私のファンの〇〇さんみたいな、なんかそういう、まあ認知っていうのがあるんですけど、ああ、〇〇さんみたいな。何知られてんのみたいなやつね。で、それって手紙結構効果的なので、まあプレゼント複数回渡すのであれば、そのメッセージカードのセットはより重要かなというふうに思います。もう僕もね、はるか古にね、サシャルイノちゃんへ、まあ服とかポーチとか買ってプレゼントしたりしたことあるんですよ。意外でしょ？だけどね、アイドルにプレゼントするのはね、本当にそれぐらい、アイドルに服プレゼントしたのなんて本当にリノちゃんぐらいじゃない？オリーブでオリーブまで一人で行って、プレゼントなんですけど、彼女さんですか？みたいな。絶対聞かれるやつね。で、店員分かって聞いてんの。オタクでしょどうせみたいな。貢ぎ物でしょみたいな。分かって聞いてるのに、彼女さんですかみたいな。はい、みたいな。その流れね。その流れを、経験したことが僕はあります。割と茶番感あるけどね。で、モバメとかに、その服とか着てる画像つけて送ってくれたりもします。まあ、サッシーはね。他の子は分かんないよ。まあ、そういうタイムメンバーによるのでね。まあ、そうね、期待せずとも、まあ、プレゼントもらって嫌な気になるメンバーはいないと思うので、まあ渡したいものがあれば渡していいのかなと思いますし、まあ嫌がるようなものをあえて渡すみたいな、メンヘラなことはやめた方がいいと思いますし、まあ検閲で弾かれるでしょうけどね。まあ一方で、オタがどう思うか関係ないんじゃないかなと思いましたね。そのメンバーもその名指しで〇〇さんプレゼントありがとうございました。誰がでも見れる環境、例えばショールームとかで、例えば壇上に上がって、あ、〇〇さんあの時のプレゼント受け取りましたとかって言わないでしょ。多分握手会とかで言うと思うね。その1対1の場面で言うと思う、ね、言うとしたら。なので、まあ、そもそもお互いからあいつプレゼント渡しやがるクプみたいに、まあ、思われることもそもそもないと思うから、どうなんでしょうかと。だあとは、ま、めっちゃ押しかぶり気にするオタクがいたとして、プレゼントの包装紙で毎回同じものをあげていたら気づくこともあるのかなとか、なんか、あ、プレゼントありがとうございますって、なんかいっぱいもらってる中の写真をあげるみたいなのはもしかしたらあるかもしれないから、それでなんか毎回あの包装紙見るなみたいな。でもまあ、それは別に包装紙変えりゃいいしな。
まあ、たまにメンバーがお手紙ありがとうございますみたいな画像に載せたりしますが、その理論だと毎回同じ便箋。まあ、これはありえんのよ。同じ便箋で書いた方が知られるから、認知もらうんだったら同じ便箋にした方がいいのは確かにあるんだけど、で、送ってるオタクに気づけば一体誰なんだろうと思ったりもするかもしれませんが、まあ、基本的にそこまでストーカー気質なオタは稀だし、まあ、いるかもしれないけどね。まあ、直接本人バレすることって少ない。まあ、いたとしても、その、送ってる人間とその実物の本人をリンクさせるのも結構むずいじゃないですか。うん、だって渡してる場面に直面しないから。まあ、なので、あげたければあげるのがいいのかなというのが結論です。うん。まあ、しかしね、見返りに何か求めるんだったらあまりお勧めしないのはありますね。なんかプレゼントあげてるんだから対応よくしろみたいなのは絶対やめた方がよくて。それは僕もね、過去の過ち、過ちならばの過ちですけど、あんまりその期待しすぎると良くないのは確かにあります。で、あとはまあ他のオタからプレゼントもらってた時はこういう対応してたのに自分が渡しても全然くれなかったみたいになって、ひがむ可能性があるならやめた方がいいですね。もう本当に無欲で、単純にこれを渡そうみたいなので渡す分にはいいし、それはあげたけりゃあげたけりゃいいじゃんっていう感じなんだけど、プレゼントあげたから美味しくなるっていうところまで見越してるんだったらやめた方がいいかなっていう感じですね。メンバーによるので。その反応をしてくれる、例えばモバメにね、乗っけてくれるとか、その、サッシみたいに来てくれるっていう子だったら、それは楽しいかもしれないけど、だとしたら自分が送ったのに来てくれなかったパターンとかってなったらめっちゃへこむだろうから、あんまり期待しない方がいい、そういうのは。単純にあげたきゃあげればいいし、見返りなしでね。メンバーでもメンバーは喜ぶと思うけど、まあ、せっかくあげるんだったらメッセージカードとセットにした方がより良いのではというふうに思うかな。で、オタク対オタクに関しては関係ないかなと。要はあいつ毎回〇〇ちゃんにめっちゃプレゼント渡してんだよねってなかなかバレない。その自分で言ってたら知らないけど、オタク側から詮索して知ることってあんまないんじゃん。メンバーがめっちゃ口軽いとかだったらまた別だろうけど、わかんないけど。だからあの人めっちゃプレゼント渡す富豪のオタクの方だみたいなのを、その界隈にバレて、なんか指さされるみたいなっていうのは相当稀なケースだったので、そんなオタク、対オタク目線はマジで気にしなくていいと思います。気にしたところでだしね。気にされたら何、なんかそのプレゼント渡すとか自分のオタ活に支障が出るんだったら、そもそもそういうのはあんまり良くないしね。そもそも論。だから難しいですけど、渡したきゃ渡せばいいんじゃないかなっていうところだし、どうせ渡すんだったらなんか一筆添えてあげた方がいいだし、なんならお手紙とセットにした方がいいだろうし、ねえ、なんか期待するんだったらしない方、やめた、そもそも渡さない方がいい。かなと思いますね。いかがですかね。皆さんのね、ご意見、コメント等でいただけると嬉しいです。結構これもね、確かに悩ましいね。なんかプレゼント渡してみようかなっていう好奇心が湧くタイミングで絶対あるのよ、オタ活の中で。だからそれは確かにそうなんだけど、まあ渡したけ渡せばいいし、なんか来てくれるのを見越してとかだったらやめた方がいいし、オタク、対オタクの目線はそもそもそういう風になんか、あいつプレゼント渡しやがってクプンみたいに思われることが、そもそも、稀だから気にする必要ないんじゃないかなという、そういうふうな、3点セットの答えでした。いかがだったでしょうか？ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。